ここからは東野さんのテクニカル分析です。えさあこの後注目は日本時間明日早朝の NVIDIA の決算です。まずは足元の状況からお聞きください。はい、第四、ねはいえー、注目の決算が控えていますけれども、はいえー、まず日足でですね、NVIDIA の株価ちょっとチェックしたいんですけれども、あの実はこのこれ7月以降なんで、あのここだけをちょっと切り取ると、あの全然そのまだねこの7月の高値をちょっと超えたばかりだから。はい 上昇余地があるんじゃないのっていう見方になるんですけど結構年初から見るとねかなり上がってますので、はい、その辺はちょっと注意が必要だと思うんですけども、あの実は昨日結構上げましたよね。昨日5%近く上昇しておいてますね、はい。上げましたよね。で、えー、昨日一昨日はですね実はこの、えー、この25日線をちょっと割り込むっていう場面があったりとか、あとこの、えー、ここの安値を起点ちょうどあの100ドル をつけて安値のところからずっと安値をつないだこの線があるんですけどここもやっぱり一時ちょっと突っかけるというかあのちょっと下におやっていうそんな感じの動きになったんですけどもあの昨日あの、まあ、大逆転というかですね詐欺を否定するようなあのテクニカル仕様の悪化をちょっと阻止するようなそんな上昇。 147ドル台に入ってますよね、はい、もうあと一上げで149ということところを抜いてくるっていう可能性がありますので明日の決算っていうのがあのやっぱり大注目っていうことにはなってくるんではないかなというふうには思いますね。あの一方でやっぱり高値警戒感もありますので下げることもやっぱり考えないといけないところなんですけどもただあの少々下げてもですねこの,あの下向きのその あの下にこうやって切り上がってる状況っていうのはそんなに簡単に崩れる状況ではないので意外とあの安値から1回上がって2回上がって3回上がっていったまあ若干その上昇のモメンタム自体はやっぱり減速してるのであのガツンと1回下がっても不思議ではないところなんですけども実際その株価が語ってるのはやっぱり強いですからね、はい、ですのでえまだやっぱりその決算を交換するような動きに。 なってくる可能性は十分に考えられるというふうに、えー、捉えておく必要があるのかなというふうに思いますね、はい、はい。つまりこのまだトレンドがまだやっぱり続くんだというふうなそういう見方を、えー、基本的にベースとしては持っておく必要があるのかなという、えー これがあの半導体株指数、即指数で一番その時価総額が大きい、本当にダントツでトップの、えー、企業の株価は今こうなっていますということなんですけれども、はいえー、その次に、うんえー、即指数の寄与率で、まあ、時価総額の寄与で2番目に大きい、えー、TSMC の株価をちょっと見てみますと、はい、ちょっと若干エヌビディアと7月以降のこの大きな波動は、 よく似てるんですけども若干違うのはこの11月の高値が10月の高値を超えられなかったっていうことなんですね。超えられない状況でこの高値と高値の間にある安値これ10月の31日につけた安値なんですけどもここはやっぱり、えー 昨日現在のところで若干ちょっと下回った状況があったんですよね。それはどう捉えたらいいんですか。うん、これもね、あのここであの下回ると下回っていくところダブルトップっていう風なこういう表現をよく、はい、あのされるし、はい、そういう理屈にはなってくる可能性があったんですけれども、えー、昨日この、えー、この真ん中のこの187ドルの線をこう 水平に引いてあった線というのがネックラインっていうんですけれども、はい、ネックライン上にまた回復してきてるような動きになってきちゃんですよねああ。踏みとどまったんですか。そうなんですよね。だからあの昨日のマーケットを見ると、その主のあの一番大きい一社二社のあのトップとその二位の時価総額でね、トップと二位の個別株の動きが、あちょっとリカバリーしてきたような動きになってきてるっていうのはうちょっと惑わすところではある。 ですよね、だからこういったところを見るとああまだちょっといけるなっていう感じはするところなのでちょっと難しいところなんですけども、はいでえー、次第3位じゃなくて3位はあの時価あの即死数の中で時価総額3位はブロードコムなんですけどもえ<っ>え4位の ASML の株価をちょっと見てみるとあ全然違いますね。はい、これはのの方はこれあのずっと7月の高値を 超えられない状況。TSMC とかあの NVIDIA は超えた状態で今高値圏でまあ持ち合ってるっていう感じなんですけど、これはもうずっと下がってるっていう感じなんです。もう、はい、これは本当に弱気相場、はい、継続という状況になってますよね,ですよねあ。こんなにも違うものですね。そうなんですよね。どっちが本当かっていう話。同じ足数のです、ね、中でも。大きな大きな足数の中でどっちが本物かっていうことなんですけども、ずっとこれはも高値超えられずにこの安値をずっと切り下げているっていう状況で、足、はいえー、数もここ高値なので。 うん、あのずっとやっと下がって,るっていいるう状況ですね、はい、だからあの、まあ、当然その明日の,の NBA の決算によってここの712ってちょっと小さ,い小さくて分かりづらいと思うんですけども直近でこの ASML 高値をつけたところがあるんですけどもここをちょっとやっぱ超えてくると、はい、この辺も連動してちょっと上がってくる戻りを試すっていうふうなそんな動きになってくる可能性あると思うんですけどもこのやっぱりあのこの単体で ASML を見た場合はこの873っていう。 ところをやっぱり超えられないと、えー、下がった状況から上がった状況に変わったっていうヒントがまだ全然出てこないという状況になるので、うん、ここをやっぱり超えてこないといけないというふうなそんな判断になります。それは NVIDIA の決算をきっかけに？きっかけにやっぱりそのね周辺のところにやっぱり全体的にやっぱりそう買いが広がるような状況になっ はい、それがきっかけにまたちょっと上昇しここをちょっと高値を超えてくるという状況になればまた半導体全般に対する見方も少し若干ちょっと変わってくる可能性はあると思います。でそういったあのちょっとかりしたあの動きを踏まえた上でちょっと即死数をちょっと見てみたいと思うんですけども、はい死数どうでしょうか。週足ですはいあの 周波数なんでちょっともっと長めなんですけども ASML がここで高値をつけてずっと下がっているんですけども NVIDIA と TSMC はここの高値を抜けているっていう状況なんですよね。<ー>で半導体株物質に関しては一旦その7月から急落してちょっともみ合いの状態になっているんですけどもこれはあのテクニカル分析のパターン分析でこのもみ合いパターンのことをあの結構あの弱気のペナントとかっていうふうに言ってくるんです。 急落した後に中断持ち合いをしてもう一回下げるっていうケース意外とあるんですよねうん、うん、で、えー、その中間に存在するので弱気のペナントっていうふうに下値が切り上がる、えー、上値が切り上がっていてもですね弱気のペナントというんですけれども、はい、あの今ちょっとですねこの下のラインをちょっと抜けてる下に抜けてるような状況に今なってます、はい、で完全にそれ崩れたっていう状況でなってないんですけども、うん、これがその NBA の決算 で全体がちょっと盛り上がりここの下のその線を線の上にちょっと回復してくれるかどうかっていうところが、うん、NBA の決算だけじゃないんですけどその半導体株全般的にちょっと出遅れてますのでその出遅れが解消されるようなシグナルが出てくるかってそれはやっぱりこの下のラインを上回るっていうそういうあの現象がちょっと出てくるかどうかっていうところが当面のポイントになる。 ただしただし,ただしばっかりなんすけども、はい、あの一目金鋼の週足で即指数見るとこの緑の遅刻スパンというのはもう逆転している状態なんですよね、はい、要は調整が長,長すぎるっていうことなんですよですので、えー、もし仮に戻すような素振りを見せたとしてもちょっとここの高値とかここの高値をすぐに抜けてくるこれるような状況ではちょっとないんではないかなというふうに思いますですのでエヌビディアの,の,あの株価も あのまだ上はあるかもしれないけれどもここからまたぐんぐんぐん上がっていくという状態ではもしかしたらないかもしれないなということが言えると思います。でちょっと最後ですね、はい、このまとめとしてソッス指数この黄色のこの太い線ですね、はい、これ今年の動きなんですけどもこれ7月高値からちょっと見づらいですけどこれ超えてないですよね、はい。はいでもここのの NVIDIA は十分超えているえ これなんだっけ TSMC は TS が超えているこれピンクはブロードコムも超えているってい7月高値を超えているか超えていないかと、ね、ということですね、はい、半導体株式は超えていない、うん、でその下にあるのが AMD とか、まあ、ASML なんですけど、はい、これどっちが正解かっていう話なんですよねあの相当ですねこの半導体株式は NVIDIA と TSMC の上昇が結構頑張ってると思うんですよね。だから NVIDIA の株価がやっぱり大きく下げるような状況になってくると半導体株式数はあのさっき言いましたようにその弱気のペナントをちょっと下離れていくっていうのはそういうシナリオが想定できるところなんですけどもまあなんとかこの上位2社のですね株価の,そのトレンドが大きく崩れないことがその半導体株式数の短期的なそのあの。 値を持たせるというかそういったやっぱ要因になってくると思いますのでえやっぱりあし日の決算の反応これはやっぱり重要だということになってくると思いますね日本時間の明日早朝に決算を発表しますエヌビディアその他の関連銘柄への波及も注目されます、はい。